はい、皆さんこんにちは、パティスリーブリスブリスのオーナーシェフ中本と申します。今日はですね、マンゴーと、杏仁プリンのフルーツカクテルという商品を作ってみたいと思います。いろいろパーツが応用できる商品なので、どれか一つでも覚えていただいて、応用していただければと思います。それでは始めていきたいと思います。それでは杏仁ミルクプリンを作っていきます。先に下準備としてグラニュー糖に、杏仁層イナーガー K を入れておきます。こちらを粉体混合しておきます。牛乳を加熱していきます。だいたい85度ぐらいまで加熱します。温度が上がったら、先ほどの粉体混合したものを牛乳に合わせていきます。ここから、1分から2分ぐらい弱火で加熱していきます。加熱が終わったら火から下ろします。炊き上がったものを型に流していきます。流し終わったら冷蔵庫で冷やし固めます。次にマンゴープリンを作っていきます。手鍋に水、牛乳、グラニュー糖を入れ加熱していきます。で、85度以上になったらイナーガー K を入れます。入れたら手早く混ぜて、ここから1分から2分ぐらい加熱していきます。火を止めて下ろします。別の手鍋にマンゴーピューレ、レモン果汁を入れます。こちらを50度ぐらいまで加温していきます。温まったらこちらに、キルシュを入れて、火を止めます。先ほどの、牛乳、グラニューとイナーガー、水が入ったものにマンゴーピューレとレモン果汁、キルシュの分を加えていきます。ゴムベラでしっかり混ぜます。これを裏ごしていきます。出来上がったものをシリコンの型に流していきます。
これを冷凍庫で固めます。それでは作っていきたいと思います。あらかじめ固めておいた杏仁プリンの方を冷蔵庫から出してきて、その上にですねレモンゼリーを絞っていきます。レモンゼリーはグラニュー糖と水を火にかけて90度ぐらいになったら、ゼラチンを加え、その後レモン果汁を入れたものです。さっぱりとしてシンプルな味わいのゼリーになってます。それでは早速絞っていきたいと思います。レモンゼリーを全体に絞っていきます。そこに、こちらも冷凍で固めてあるマンゴープリンになります。こちらを真ん中に入れていきます。あらかじめカットしておいたフルーツを乗せていきます。フルーツの種類は季節によって変えていただいても結構だと思います。その時に一番おいしいフルーツを使ってください。縁に隙間がないような感じで埋めていきます。はい、フルーツを並べ終わったら先ほど、使ったレモンゼリーを今度はちょっと溶かしてこういう液状にしておきます。こちらを流していきます。溢れないように丁寧に流してください。この状態で冷蔵庫で一旦固めます、はい、冷蔵庫で冷やし固めたら最後に仕上げをしていきます。上にクレームシャンティを絞ります。ミントやカードナーをなどを飾り付けて完成です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は、これから暑くなる夏に向けてですね、爽やかな涼しげなデザートを作ってみました。ぜひ一度試してみてください。